K1 大阪大会、これが2回目の開催です。この試合は3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。3ノックダウンシステムです。パラの方はもうリングの中央、マヒロを待ちます。月新会チーム侍のマヒロとこのカナ、女子アンダー52キロ契約です。いつもよりも少し重い体重で試合に臨むカナ、相手から視線をそらしません。マヒロは視線を合わせない。両者グローブをタッチさせました。さて放送席ご紹介しましょう。マサトさん、そして中村匠プロデューサー、そして久松郁美さんです。お三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村さん、まずは女子の対決でこの大阪大会始まりますね、はい、そうですね。やっぱりカナ選手が自らね、やっぱこう再出発の試合として第一試合志願したというところでね、そういった思いも組んでの第一試合で、まあ、かなりこう気合が入っているというか、なかなかあんまり相手はね、自分からこう睨んだりとかするタイプじゃなかったと思うんですけど、やっぱそのところでも気合の入り方が伝わってきましたね、カナ選手は。ローキックから試合組み立ててますね、そうですね。まずローから入っていったのがカナの方です。そしてマヒロはそれに落ちず前に出ていく。まずプレッシャーかけるのはカナか、いやマヒロもマソトさん下がらないですね。あ、ここは一歩下がりました。すごく近い距離ですね、イライの目で打っていきました。パンチを返していきましたカナです。いや久松さん、ただマヒロの方からしますと、これ地元の大会ですし、もう挑むだけという相手ですからね、はい、そうですね、ちょっと私は同性としてすごい楽しみな試合でもあったんですけど、そうですか、はい、マヒロ選手若さとこうアグレッシブさがすごい楽しみだなと思って。マヒロの方はこれまでプロ7戦して4勝という成績を残しています。そしてこの K-1 グループでは初の試合となります。ちょっとあれですね、かなりやりにくそうな感じがしますね。真宙の方がどんどんあの距離を近めて近づけてくるんで、その近い距離っていうのはカナはそんなに得意ではないんですか。いや、パンチで近いというか、このクリンチになるくらい近い距離なので、ちょっとやりにくいんじゃないかなと。なるほど、カナはここはボディとそしてパンチで散らしていく。あ、しかし真宙は左のジャブあります。左のジャブ打っていく真宙、かなり潜り込むような形になりました。でもあれ膝蹴り来るんで危ないですよ、あれ、下向くと。中村さんはどんな印象ですか。そうですね、まず真宙選手すごくね、こうよくこう考えて戦ってるなと思いますね。真宙、はい、選手としてはこうリーチというかね、これ長い攻撃とまっすぐの攻撃を使って、カナ選手なかなかこうね距離を詰めさせないようにしてる。ここはブレイクがかかります。踏みつきに対する注意でしょうか。マヒロの方に警告が与えられています。次指導がいきます。こちらイエローカードとなります。さあカナはサイドフックだ。今いい右に変えますね。カナの右強烈、ただマヒロも打たれそうですね。マサトさん、そうですね、でも、ちょっと効いたと思いますね、カナはここサウスポーにスイッチ、そしてここまたサウスポーのままです。そしてオーソドックスに戻します。あ、ちょっと真宙は距離を取る、前足を上げながら、カナがプレッシャー、近い距離で手は上げている真宙。久松さん、このカナの最低でも KO っていうのはものすごいこれは決意ですよね。でもカナ選手のパンチの重さがすごい上がってるなって感じますね。そうですね、はい、このアメリカ修行という成果もありますし、まあ、中村さん今回いつもよりも体重重いですもんね、はい、そうですね、あとやっぱりそのね、あのアメリカで結構ね長い期間トレーニングしてきて、はい、かなりそのアメリカの経験を生かして、ね、練習も変えてきたというふうに言ってたので、ここで第1ラウンド終了となりました。まず正人さん、第1ラウンドの印象どうでしょう。まあ、カナは本当にあの最低でも KO って言ってるように本当に倒す気満々にこう力入ってるなという感じしますよ ね、 そうですね。ただいつもと違うのは、最初のラウンドからパンチでいくことが多かったんですけど、はい、結構ローキックで組み立てていったかなという気がしますね、それっていうのはどうでしょう、何か布石としてなんですかね、この後の、まあ、やっぱりまず足からという、そう、足から止めていくと、まあ、パンチが当たりやすくなるっていうことがあるので、まあ、そういうことを考えて蹴ってるんだと思うんですよね、まあ、最終的にはパンチで倒したいとは思ってるんじゃないですかね。なるほど、
対戦相手がこの真宙となります月新会チーム侍の所属。中村さん、本当にこの大阪の非常に有名選手を多く出している、はい、そういうチームですよね。他の選手は、ね、同じように空手ベースの選手で、はい、アマチュアの、ね、実績が豊富というところでは他の男子の選手と同じだと思うので、まあ、本当に、ね、そこの期待も込めてのこの一戦だと思うので、それを見せてほしいですね。第2ラウンドです。まずリング中央を取ったカナ、プレッシャーをかけるか。マヒロの左足の前を走っていきました。あっと、ここは前に出ていく。カナの左右のパンチに前に出ていったのはマヒロ。一度距離が空いて、どういう展開になるか。ヒートジャブを伸ばしながらのがカナ。マヒロはカナ、この前蹴り使っています。バディーブローカナ、ボディを打っていく。右ボディ、右ボディちょっと嫌がったかもしれないですね。かなりかなボディブロー使ってきましたね、今度は。そうですね、さん、こう今日上下に散らしてますよね。ヤリフックスタッチ、パンチも叩いたかな。かなりうまく、そしてボディ、そして上へ。バックハンドブロー、マヒロのバックハンドブロー。一瞬からの動き止まったように見えましたが、またガード上がっています。ナイスアッパー、そしてもう一度アッパー。まあ、ああいうパンチはあんまり今までなかったかなと思うの で、ね、細かい技術とかすごく伸びてるんじゃないですかね。アメリカで1ヶ月の修行があったカナです。これだけ前に出るプレッシャー強いとやりにくいと思いますよ、マヒロは。ちょっとマヒロもこれ回転系の技使っています、た右だ右だ、ちょっと効いたかな。なんか少しガードが下がったマヒロ、最低でも KO、 それを実現するか。いや、マサさん、ローも打っていく冷静さありますね、彼。とにかく手数が多いですよね。バックハンド、それはしっかりガードしています。2発目は食らわない。強かった、ガードが下がる、左の範囲、そして今度は足、あ、ちょっと足に来てるかもしれないですね。ボディ振っていきます。さあ、ちょっとここはマヒロ、ガードを固めるのみ、手を出せない。右、もう一度右、KO で終わるのか、ダウンを奪えるか。さあ、ここバックハンド。いや、久松さん、マヒロもこれなかなか倒れないですね。いや、すごい、スタミナがあるか、打たれ強いですね、本当に。でも今みたいなバックブローっていうのは何やっていいか分かんない時に出す技なんですよね。はい、追い込まれてる時に、そうですね、狙っていったというよりは。なんとか打開したいというマヒロ。マヒロ、左にフックで入っていきます。カナはここはスナイパーのように狙いを定めるか。アッパー、マヒロは顎をしっかり引いています。右を狙っている。右狙ってますね、かなり大きいパンチですね。思いっきりスイングしていきましたね。思いっきりいきましたね。さあ、左フック、まあ、マサトさん、それだけ KO への思いがこのカナ今あるってことですね。やっぱりこうあれだけもう KO って宣言してますからね、もう絶対に倒すんだと。バックアンド、あ、ナイスボディ、マヒロも入った。あ、マヒロカナを出していく。プレイ、まだダウンはありません。立ち続けるマヒロ、ここで第2ラウンド終了です。中村さん、このマヒロの打たれ強さというのも光りました、はい、そうですね、まあ、やっぱりカナ選手のプレッシャーを受けて劣勢でしたけど、その中でも、ね、左フックが出たり、あとバックスピンキック、バックブローの後のミドルキックとか、まあ、できるところでは、ね、反撃は試みてるんですけども、うん、やっぱりカナ選手の圧力と、あと今日は倒そうという気がある中でも、あのパンチとか顔面だけにならずにいろんな攻撃が出て、ローキックまで散らしたりとか、その辺はすごく良くなってるかな、まあ、冷静だと思いますね、うん、倒したいという気持ちがある中でも。場内マヒロコールが響いています。マサトさん、はい、このカナへの KO の思いというのがありますが、 KO というのはやっぱり狙っていくものなんでしょうか。まあ、やっぱ女子ですからね、やっぱり女子の中でこう倒すパワーっていうのはなかなかこう一発で倒すというよりはこうパンチの連打の、あれですよね、蓄積させて、蓄積ですよね、それがこの第3ラウンドどうなってくるか。あとはでもここから今まだかなハイキック出してないですけど、ありますよ、マンチとからのハイキックとかありますからね。さあ、ファイナルラウンド、最低でも KO の宣言どうなのか、いや、あるいはマヒロがこの第3ラウンド地元大阪で光るのか。プレッシャーかな、まずは前に出ていく。いや、久松さん、まだ何やるかわからないですよね、この戦い。そうですね、カナ選手もちょっともらってるじゃないですか。そう
なんですよね。効いてるんですかね。マサトさんどう思いますか。はい、いやダメージはないと思いますね。ほとんどないですか。効いたか。これはちょっと嫌がっているか。バックスピンからバックハンド。ちょっとここから追い詰める追い詰める追い詰める。スタンディングダウンになるか。いやそのままから攻め切るか。ボニーエも攻撃を散らす。顔面顔面パンチでいくか。パンチで倒しきるか。カナそしてローも散らす。いやマヒロは倒れない。いや中村さん、これマヒロの打たれ強さも見事です。そう、まあ、でも相当ダメージは蓄積してると思いますよ。そこで KO へとつなげられるか。カナ左ミドルがかなりボディが効いたと思うんで、はい、ちょっとマヒロは手を出せなくなってきました。まあ、あれだけ下げられてこう攻撃もあってると体力の消耗もするんですよね、スタミナの消耗。ダメージというよりはなんかそちらの方が多いかもしれないですね。あ、ここバックハンドブローを出すのはマヒロです。さあカナはあここのボディに照準。左ボディレバーブのボディはでも本当にちょっと嫌がってきましたね。あのボディで倒しきるというところが出てくるか。カナ、まあでもカナはマヒロも気持ちが強いですね。もう全然諦めない、絶対に倒されないんだと、そういう気持ちが見えますね。まだこのあと1分となっても下克上を諦めていません。いや久松さん、下克上は今大会のテーマでもありますからね。そうですね。でもまだ19歳ですよね。そうです。それにしてはすごいやっぱ気持ち強いですよね。まだ10代でこのカナに挑んでいく。さあ残り時間45秒。さあカナを倒しきれるか。あっと足元が崩れた。これはこれはダウンは取られていない。まあ今インローですね。インローですか、はい、少し崩れるような形になりました。さあパンチからボディへ、顔面からボディ打ち分けるカナ。カナは倒したい。いやーボディだ。さあコーナーニュートラルコーナー追い詰める。カナの連打ローキックも散らす。マヒロはハイキック。アゴに当たった。しかしマヒロ崩れない。さあ倒しきれるか。倒したい。倒れたくない。その両者あダウンじゃない。立ち続ける。ここで33ラウンド終了。首をかしげたカナ呆然自失か。マヒロしかし倒れなかった。マサトさんどうでしたか。最後はね本当にまあもう少しでっていう感じの最後もう本当大きいパンチ振ってきましたけどね。カナ、まあ、マヒロもよく耐えたなと、まあただまあポイントで言えばまあカナのまあ圧勝かなっていう感じはしますけどね。押し切った形というふうにも見えましたね。ただカナからするのはまあね倒して勝つのがっていうのが今回のね、一番の目標でしたからね。そのあたりはまださらに心に燃え上がる部分がかなりあるかもしれません。さあ判定を聞きましょう。お待ちしました。判定結果をお知らせします。ジャッジ伊藤30対28。赤かな1人目かなです。ジャッジ島村30対27。赤かな2人目もかな。勝者はかなです。判定3対0。3人ともカナを支持しました。最低でも KO、 それは実現できなかった。しかししっかりと復活ののろし上げていきましたカナです。さて女子として注目しているといった久松さん、はい、いかがでしたか。あのカナ選手でもこう KO できなかったということは本当に若い素敵な女子選手が生まれたんじゃないかなと思いますね。中村さん、マヒロもまだまだ可能性ありますね。はい、そうですね、まあ、通常だったら、ね、こう組まれないぐらい、ね、キャリアにもしかしたら差があるカードだったかもしれないですけど、はい、それを、ね、この年齢でやれたことは、ね、マヒロ選手にとっては大きい経験だったと思いますし、うん、逆にカナ選手も、ね、割とこう若い選手のこう挑戦を受けるというかこういうシチュエーションの試合って今までなかったと思うんで、はい、まあ、それを、ね、こうきっちり KO ではなかったですけど乗り越えられたことはまた次につながった勝利だと思いますね。うん、実はカナにとってはこれが日本人と対戦するのは3年ぶりとなりました。それだけこの女子の世界ではなかなかカナに噛みついてくる女子がいなかった。そんな中で噛みついていったマヒロ、そしてそれを下したカナ。さあ次はどこまで強くなってくるのでしょうか。この両選手、まずはオープニングマッチカナが
勝利です。